中国では旧暦新年の帰省ラッシュを目前にして新型コロナウイルスの感染者数が急増しています中国共産党当局は海外旅行を解禁している中一部の地方政府は不要不急の帰省を控えてとの通達を出しています湖南省商陽市商陽県公式 w e c チャットアカウントは5日感染拡大を受け不要不急の帰省を控えてくださいとの要請通達を出しました 他に、先西省省楽師範法圏と、黒竜交渉市地代賀市も同様な要請を出しています。これらの県は議論を起こし、ゼロコロナ政策を緩和してもしなくても、規制を控えろと言っているけど、政策緩和の意味は何だと、ネットユーザーからの不評が殺到しています。ゼロコロナ政策を緩和してからの大規模感染は、すでに中国農村部まで拡大しています。 しかし農村部の医療資源の欠乏により農村部の農民たちはコロナ感染をただの風邪として対応するしかありませんネットユーザーが投稿した動画を見ると地面に横になって輸液を受けている農村部の感染者や日光にさらされながら輸液を受けている農村部の感染者がいました黒竜江省ビン市の農村部では当地の衛生機構に薬品がないため重症の患者は当地で治療を受けられず 研究以上の病院まで行って治療を受けなければなりませんさらに5日ツイッターでの投稿によると河南省中馬天市の鉱山葬儀場ではご遺体を積み重ね過ぎたせいか多くの遺骨が火葬が終わらないまま投げ捨てられています死者に対する極まりない不敬であり人間味のない行いだとネットユーザーからの不評が殺到しています